はい。皆さん、こんにちは。りょうです。えっ、ー、と、今日はね、内刀に関する質問をいただきましたので、えー、刀マスターとしてね、皆さんにお答えしていきたいなというふうに思います。で、質問者さんの、えっ、ー、と、コメントをちょっとね、えっ、ー、と、確認させてもらったんだけれども、レベルが、まあ、200以上ぐらいのキャラクターを使ってるんだけど、内刀って、えっ、ー、と、要は、ビルドに対してどういう派生形選ぶのが、えー、最適化になるのかっていうニュアンスのね、えー、質問をいただいたんですが、えっ、ー、と、これね、レベル対 によって。 なんて言うんだろうな。答えが多少変わってくる。その最適解的な意味合いで考えるのであれば、答えって結構変わってきます。えっ、ー、と、例えば、えー、前回の動画とかでも紹介している低レベルのキャラクターでも安定した高い火力を出せるようにするっていう目的であるならば、えっ、ー、と、演術派生にして進行にね、えー、ステータスを特化させて、えー、やっていくのがいいよっていうお話をしていると思うんだけれども、これが150レベルぐらいのキャラクターになるとじゃあどうなのかっていうと、いわゆる複合ビルドね。えー、理想系は、まあ、刀系 とって基本的には営利系武器、えー、技量系のステータスに、えー、補正を受けやすい武器の類であるので一応 技量を進行形のキャラクターなんかにして、バフかけつつ、な、えい、ー、派生の内刀を採用して、えー、そこにさらに、えー、祈祷エンチャントだねまあ雷の剣とかさ、ああいう系統のエンチャントを混ぜてみたり、黒炎のエンチャントをつけてみたり、みたいな形で運用するのが、まあ、理想形になってくるよと。で、その際の、えっ、ー、と、比率はどうするのがいいのって言われたら、まあ、あい利系のね、えっ、ー、と、内刀で行くんであれば、補正 A になります。まあ、一応、重工でも A になるんだけれども、えっ、ー、と、技量の補正が A になり いま、すので、まあ、これが一番理想値だっていう風に考えるんだったら、70とか80ぐらい技量を振っといても OK。で、進行の方は、えー、最低限バフがかけられるね。えっ、ー、と、シャブリリー使うんだったら33だし、黄金銃に近ってが25っていう形になるから、33あれば、えー、大体のものは使えるようになるかなっていうところになるので、A 利特化なんだけど、進行バフかけて、さらに進行エンジャントもプラスオンしていく。まあ、個人的には黒縁が一番いいかなと思うんだけど、えー、みたいな使い方がね、えー、割とお 勧めだったりしますが、えー、高レベル帯になってくるとこれ話が変わってくるんだよね例えばだけどえっ、ー、と高レベル帯の選択肢として上がってくるとしたら例えば上質なんかってかなり強いじゃんマルチ補正っぽくなるというか、えー、筋力の補正も技量の補正もねえっ、ー、と均等に割とステータスが上がるようになっているので例えば私が今使っているこのキャラクター350レベルのキャラクターなんだけど筋力60と技量60にしてる状態になるんですがこの場合だとやっぱり上質が一番 強くなるよねってなるんだけれども、なるんだけれども、あの、私がさ、少し前に投稿してたシリーズ、あの、武器のスペック評価の中でもさ、たびたび言ってたと思うんだけど、これみたいなキャラクター使う人はね、もう大体地派性が強くなりますっていうのをよく話してました。単純に今作って出血が強い上にですね、その出血の状態上の蓄積値を上げてくれる地派性って、まあ、ただそれだけで強いんだけど、 高レベル帯の場合は、そこにさらに高い基礎物理火力っていうのが実現可能になるんだよね。えー、例えばだけど、全部のステータスが60で、均等振りをしているキャラクター。まあ、これ多分350レベルぐらいあったらできると思うんだけれども、えー、そういう風な形でキャラクターを仮に用意したとします。そうするとですね、えー、と、例えば通常、一般的に100とか150レベルぐらいでね、えっ、ー、と、キャラクターを組む際だと、えっ、ー、と、補正の D とかってあんま気にしないの、正直。気に したところで大差数字乗らないからなんだけど、えー、全部が均等に割り振られている、えー、と高レベル帯のキャラクターになっていけばいくほどこの神秘の D とか筋力の C とかっていう一、えー 一般的にはそこまで意識しなくていいような補正値のところに補正がしっかりと乗りますので、えー、そのあたりを考えると、えっ、ー、と、上質と比べても、まあ、攻撃力で言ったら20ぐらいしか基礎物理化力変わらなくて、出血値が45から114、これ60のね、えっ、ー、と、神秘がついていたら114っていう約3倍に近いような、えー、数値に、えー、出血の状態上蓄積値がなるといったあたりを考えると、上質でエンチャントを使って使うよりも 地波性をね、えー、採用した方が、大体のボスに対しては強いです。これは当然相手がね、えー、出血をするという前提の話になるので、相手が出血しない場合は、これみたいな場合は、上質を使ってもらうのがいいし、相手が出血するんだったら、えー、地波性がいいよねっていう結論に、もうほぼほぼなります。大体の通常派生武器は、もうこの理論でほぼ全部通用してしまう。えー、ぐらいになります。で、ちょっとね、余談挟んどこうかなと思うんだけれども、属性系統の,派生の の、いわゆる強みと弱みについてもね、ちょっとお話ししておきたいなと思うんだけど、属性系っていうのはですね、基本的に相手の、えっ、ー、と、いわゆるなんて言うんだろう、硬さ防御のカット率みたいなの、相手にも設定されてるんだけれども、えー、これが全部共通だと仮定するのであれば、当然、物理プラス属性の表示火力で算出されるものよりも、基本的には純物理だとか、純炎とか、まあ、今作には純炎みたいなんてほぼないんだけれども、 えっと、基本的には単一属性で数値の高いものを選んだ方がダメージが通りやすいという仕組みがあります。これは特にだけど周回を重ねていけばいくほどその傾向がより顕著になるんだよね。単一物理で与えられるダメージって と,えー、と、属性込みで、えー、与えるダメージに関しては、基本的に周回数を重ねて敵が硬くなればなるほど。えっ、ー、と複合の属性のものの方がダメージが通りにくくなります。これは周回をしてボスが強くなっていく際にですね。それぞれのえっ、ー、と。例えば物理に対しては何パーセントカット。えっ、ー、と魔法とか属性系統に関しては何パーセントカットっていう。この二重のカットを食らうから、えー、余計とね。敵に対してダメージが通りにくくなるっていう仕組みがあるんだけれども。じゃ属性系の強みは何で？ かって言われたら比較的低レベルであるいはえーと比較的低いステータスの補正値で高い火力が出せるっていうところが売りになるから高レベル体のキャラクターを運用すればするほどえーと属性派生系統の旨味っていうのはほぼなくなってきます純物理で高い火力が出るようにえ調整をした方が強くなるって話なんだよねまあ属性系っていうのは基本的にどれだけ優遇されている武器であったとしても補正がマックス b ぐらいまでですまあ 大体いい50から60かな。そこに該当するステータス5、60で頭打ちぐらいになる、えー、ものが多いんだけれども、内なって割と優れてるんだよね。その辺補正が優遇されてる筋力補正でも A になるような、えー、形になっているので、脳筋でも、えー、内型を当然使うことができるし、えー、居合自体の戦技は、営利系の戦技になるので、技量補正がね、若干かかるようにはなってるんだけれども、まあぶっちゃけそんなの考えなくて大丈夫なレベルになるので、上質系のキャラクターで使ってるんだったら、上質で居合使ったって、えー、 ね、エイリー特化の居合とまあ、似たような遜色ないようなぐらいの火力は出せますので、あれなんですが、属性系統の旨味っていうのは何かっていうと補正のえっ、ー、と最大値が低い分、基礎火力がしっかりと高くなっているので、低レベルのキャラクターでも扱いやすくなってるよね。っていうようなところがまあ、今作におけるね。属性の考え方かなっていう風に思います。なので、まあ、高レベルのキャラクターを使っている人になればなるほど。えっ、ー、とまあ、上質もしくはチー性みたいな形で、えー、基礎。単位 鉄物理で算出される高い数値のものをとにかく選んでおくのがいいといったところになります。で、これもちょっと余談になるんですが、例えばロンさんみたいに元々出血がついてない。武器を地派生で運用した際に発生する。出血の割合ダメージとえっ、ー、と元々出血がついている。内刀みたいなのを、さらに地派生にしてえっ、ー、と運用した際、えー、その発生した際の出血の割合ダメージっていうのが実は違っていて、元々出血の属性がついている。えっ、ー、と状態異常が付与されている。 キーの割合ダメージの方が高く算出されるっていう仕様もあったりするのでえー。そういうところを諸々考えていくとちょっとね。内刀優遇されすぎなんちゃおうかっていう話がね。界隈ではちらっとね出てたりもします。まああの居合っていうねえー。固有モーションも強いし、えー、まあ、刀っていうジャンルがね割とねえー。人気がある部分もあったりとか。まあいろんなバランスがあるのかどうかはまあ私は知らないけれども、一応ね。そういったところもあるので、ええー。千葉生の内刀なんかはね。高レベル帯のキャラクターに関してはかなり。 おすすめ度高いかなと思いますはいまあ変にエンチャントするのもめんどくさいしね正直で今作においてはマジ出血強すぎるからあのう、ー、うん血の内刀を使ってもらって高レビタイのキャラクターでまあできれば筋力技量神秘あたりをねしっかりと振っといてまあそこにさらにね進行いつも言ってる33、えー、進行バフがかけられる程度、えー、あればね十分な火力になってくるかなと思いますのでもしくはもう全部99に、えー、振り切ってもらうか、えー、みたいな感じで運用すればね全く違う世界の攻略になってくると思いますのでまあ興味のある方は ね、千、え、葉、ー、性の、えー、高レベルタイの運用がどれほど強いものなのかっていうのをね、えー、低レベルタイのキャラクターと比較して、えー、見てはいかがでしょうかといったところでございますで、はい、最後にねもう一つ、えー、とコメントいただいてたんだけれどもえー、とリョウさん DLC 出たら何のビルドで攻略しますかっていう質問をいただいておりました何のビルドで攻略するかはまだ決めてないんだけど使う武器は多分これになると思う内刀と自悲剣とまあ、中盾のカーリアの変法にするかバックラインするかはちょっとね えっと、雰囲気見てかなって感じだけど、と、声音。えー、だいたいいつものこのスタンスでやると思います。まあ、これに多分だけど、えー、砲塔と縦あたりつけてっていう形で探索していくことになるかなと思います。まあ、ああの、私基本的にだけど、遠距離系のね、えー、戦術っていうのは初見プレイでは基本ベース使いません。まあ、やっぱり砂ナグリでどれぐらいやれるのかっていうのを確認しながらね、まあ、初見のボスなんかをやっていきたいかなっていうふうに思っているので、多分この構成になるんじゃないかな。まあいや こも多分そこまで対応しないと思う、うん、かなえっ、ー、と、ダウンがね、有効なゲームだっていうのが、えー、わかりきってる以上は、どっちかというと R1、R2 とかジャンプ R2 とかメインになってくるんかなとは思います。どのぐらいの難易度が来るんだろうね。まあ、その辺もね、楽しみにしてる要素ではあるし、パリーが有効なのかとか、出血が効かないボスがちゃんと来るかどうかとかね、えー、そういうところをちょっと私としてはね、えー、チェックしていきたいなと思っている次第でございますので、えー、皆さんもね、こんな風に楽しめたらいいなみたいなのがございました。 たら遠慮なくコメントいただけたらと思います、えー、質問等々は、ねえー、いつでも受け付けておりますので遠慮なくコメントをいただけましたら幸いですというわけで今回は終わりでお開き次回の動画でまたお会いいたしましょうバイバイ